アメリカのトランプ大統領は6日、新型コロナウイルスのワクチンについて、11月の大統領選挙の前に開発される可能性があるとの見方を示しました。トランプ大統領は11月3日に投票が行われる大統領選の前にはワクチン開発ができるとの見方を示しました。その上で早期のワクチン開発の選挙への影響についてはマイナスにはならないが、そのためにやっているわけではないと述べ、政治的な思惑を否定しました。アメリカメディアはトランプ大統領がワクチンの認可を早めるよう食品医薬品局に圧力をかけるのではないかと懸念する専門家もいると伝えています。